はい、私あの冒頭のこうインタビューするシーン、まあ、自分がインタビューする人だからめちゃめちゃそれが気になったんですよ、はい、淡々といくでしょ、うん、でも淡々といきながら寄り添っている感じなんだけど絶対にこれ聞き出してやるっていうのが、うん、ここら辺で感じる声のトーンっていうか、うんうん、あれももうそうですね、リハーサルであの違いますってなんか最初出したものが全く違ったらしくて、うん、あの違いますって2日間ぐらいその声を探すっていうことだったりとか、もう監督にインタビューとかしちゃったりしました。もう監督にとってこれってどういうことですかねとか、うん、あの、まあ、例えばこう優子の天秤だとあの、まあ、真実をこう突き詰めていくことだったり、うんうんうん、それ追いを求めていることを彼女はしてるけれども、うん、じゃあ監督にとって映画においてのその真実って何ですかとか、なんか そこが必ずマッチングしてくると思うので、うん、そういったところをこう探ったりとか、なんかインタビューとかして、でもうその時はもう必死で毎日ノートに書いて、で、まあ、時に録音して、うん、声の音をずっと聞いたりとかしてやってました。家庭教師の役でもあるんですけど、そうですね、まるで家庭教師の先生になんか授業受けてるみたいですよね。そうでしたね。うわ、うん、すごい。なんか聞いてるだけですごいですね。精神的にもすごい。いや精神的にはやばかったと思う。でもやっぱ勉強になりました。すごく作家と仕事するってこういうことなんだってなんかあれに思ったというか。いや、うん、今までだって、うん、竹内久美さんの、はい、この。作品のこう幅を勝手に見させてもらってるわけですよ、はい、あ、ここでこんな面白い演技、あ、ここでもこんな面白い演技と思ったらまた違うのが来たから、なんだと思ってこれびっくりしちゃったの、この映画、うんうん、これ絶対これインタビューしようと思ったんですけど、うん、だってなんかまとってるオーラからトーンまで変わった、うん、変わってるっていう気がしたんだよね、うん、それはいかにしてと思ったんですけど、例えば三石研さんと共演でも何か変化があったのかなと思うんですけど、どうでした？道井さんとですか、うん、いやもう絶対的な安心感ですよ本当にもうあお父さんがいれば大丈夫まあ現場もそうですし、やっぱり、うんうん、なんかあのまあ戦い抜く作品においての、うん、私の中では必ず道井さんがいるっていうイメージですね。でも、うん、非常にこう、うん、安心感があって、なんか三石さんに、うん、あの待機してる時間の時に、うんうん、ぶそっと三石さんがあの君も立派な映画人になりましたねって言ってもらって。それは本当に嬉しかったです。もう本当嬉しかったです。ちょっと泣けますね、普通にね。いや泣きました。私普通に嬉しくて、あ、やってきてよかったって、続けてきて、あ、よかったなって、はい、もう頑張りなさいって、あ、嬉しかったです。泣きそう。それってどこのシーンで言ったんですか？ちょっと気になる。そのシーンは、うん、あの本編では削られてるんですけど、うん、実は、うん、じゃんけんしてるシーンがあるんですよ、私三石さんと、うん、でそのシーンの前で雨降っちゃってちょっと待ってましょうって車の中で待ってた時にそれ言ってもらって、でその時はまだあの良好な感じの時なんですけど、うん、じゃんけんしてなんか笑ってた、うんうん、シーンです。結構じゃあ、はい、編集でカットされてるところもある感じですか？あります。あります。あと、まあ、テレコというか、はい、シーンが逆になってる、まあ、こういる、このシーンがあって、他のシーンがあって、私のシーンがあって、またメイとか、うん、なんてメイというか、うん、かわゆみさん演じる
メイ女子高生の役だと、うん、お父さん梅田正弘さんが演じてるお父さんとの やり取りだったりとかになってるんですけど、割と見やすいように優子は優子、こうメイとお父さんはメイとお父さんみたいな感じで、なんか割と逆になってたりとかしたりするところもあります。相当ハルモト監督だからこだわって作り上げたってことですよね。そうだと思います。やっぱり、まあ、そうですね、もうあの自分の思い描いてるものをきちんと届けるっていうのがやっぱり春本さんと、あとカメラマンの野口さんと、うんうん、あと録音の小黒さんがいるんですけど、うん、日芸の卒業生のなんか仲間 で、うん、でこの3人でいろいろディスカッションしながらあの現場を回していたというか、その姿が私は一番、うん、印象に残ってること、うんうん、なんで、まあ、編集とかにもやっぱりいろんなアドバイスとかあっただろうし、うん、なんか映画好きなんですよ、うんうん、で映画好きが3人集まるとやっぱ化学反応って起きるんだなっていうのを目の当たりにした現場だった。どんなですか？例えば、うん、春本さんはこういう風に撮りたい、うん、野口さんはこういう風に思う、うん、でこっちからの方がいいんじゃない、だってあの映画のさ、これのさみたいな監督のお名前が出てくる、なんかそうタイトルとかね、でそう出てきちゃうような、なんかあやっぱりあの映画同好会って言ったらおかしいですけど、あのそういったなんか仲間ってやっぱ奇跡を起こすよなって、うん、私は思って、うん、で家族の時からやってますし、うん、やっぱりあの呼吸で会う時もあれば、うん、すごく仲違いする時もあって、現場でうん、まあギクシャクすることもあったりを目の前で見て、いやもうこれ傑作だと思いますね、こっち撮ってる方がめっちゃ面白いと思ったぐらい本当に、うん、いいな、それがあれなんだな、うん、きっと川瀬優太さん、ねうん、が一緒にほらいるその、はい、カメラクルーチームがもしかしたらこうね、彼らの投影されているものなのかなって今ふって思ってる車の中の関係性とか、うんね、あの通路の中でのこう会話のところのちょっと臨場感あるカメラのところとか、うん、すごいそこもねいちいちインパクトあるんですよね、うんうん、みんな同じ気持ちで進んでってる、そのねカメラクルーと我々撮影隊一緒に同行して一心同体ですよね、うんうん、ということは脚本読んでから出来上がりって結構感想違ったんじゃないですか、はい、そうですね、うん、全然、いや見終わった後は、うん、やっぱりその現場を通してから見終わって、やっぱ見てるので、いやこのテーマの通り正しさとは何なのかってすごく考えさせられるものがありました。なんかやっぱり監督に最初どうでしたって聞かれて答えられなかったんですよね。言葉にできなかった安易に、あもう面白かったですとかも言えない、なんか素晴らしかったですとかでもない、私は正しかったのかみたいな、なんか正しさかみたいな、なんかそういう監督がどうしてああいう出力の仕方をしてくださいって言ってたけど、私こう思うんだけどなとか思ったけれども、それも正しさって何だったんだろうなとか、なんかそういうこととか撮影のこととかも思い出しちゃって、うまく言葉にできない、でもうまく言葉にできないことが私にとっての正しさでもあり誠実さでもあるのかなって思った作品でした、うん、いやそうなんですよ、よかった、私見終わった時に、うん、うまく説明できなかったんです、うん、なんだけど、うん、ブスブス刺さりまくりながら、はい、いやいやいや、これって、うん、映画オタクの醍醐味的な喜びをもらってるんだぞって気づいて、でも言葉にできない、うん、だから原稿に書くときに悩むんですよ、落としどころに、そう、落としどころに悩むってすごいぞって思っちゃった、うん、ね、
考えさせられますし、何より、なんていうんですか、詰め込まれてるぐらい語られるじゃないですか。なんていうんですか、そのすごい、語りたいんだなって思うぐらい、なんか、圧がすごいじゃないですか、情報量が。っていうのは、ってなるとこっちもやっぱり見てる側も距離感がどう、もう映画との距離を取っていいのかっていうのが難しかったりもしますし、あとはどこか焦点を置いちゃうと次のシーンから言葉が入ってこなかったりするんですね。なんか追いつかなくなったりする。 それぐらいこう圧があれなんで、一回見ただけで見たって言えない映画だったんで、すいません、もう一回見ますっていうのが私の感想だった。それいいかも、確かに。すいません、もう一回見ますって。だから新聞の一面をいろんなニュースがあるものを見た、はい、すごいもう衝撃なものを見たんだけど、正解を別に提示してるわけじゃないから、正解を自分なりに考えなきゃいけないとまで思っちゃうんですよ、でもね、正解って何なのってこれまた思っちゃう、それがだから正義なのかな、ゆうこの天秤で描く、わからないなと思いながら、なんかここまで奥深い面白いものが作られてどうしましょうと思いました、ありがとうございます。でもやっぱり、でもこうなるのは日本人的だなと思った。本当に？ね、なんか嫌われないように、言葉にできない感じが、だからこそこう言葉にする決断力があまりないというか、なんか、あ、でもそうか、日本人的かなっていうふうに、なんか海外だと結構。いろいろ言ってきます。いろいろあるみたいですね。聞きたいって、それを私も聞きたいんですけど、結構いろんな感想をいただきましたって言って、山本さんがおっしゃってたんで、聞きたいんですけど、まだ聞けてないんで。そうかも、私たちの育ったこの環境や人との関係性で自動的にこうなってるのかって思いました。特になんか、こういう題材だと間違えちゃいけない気がするじゃないですか。そうなの。あの本質を言うと。そうなの。そうなんですよね。で、なんかそこを指すとその人が傷つくでしょうので、考えちゃうんだよね。そうなんですよね。でもだから今のこの現在の、あの状況が起こっている、SNS によるいじめだったりとか、テレビの情報が、すごくこう上辺だけ、でそれに引っかかっちゃうと、下の、落とされちゃう、人たちを傷つけちゃうっていうのまで考えちゃうんですよ。だからこの映画の構成がすごく、確かに日本人っぽいかもしれない。日本人っぽいんですよね、すごく。それ最初読んだ時に何とも言えないなって思ったのが、私も日本人なんだって思ったことでした。現代人、現代人、当たり前なんですけど、私まで思った、やっと初めて今思った。それをすごく気づかされた作品ではありましたね。これ海外だとすごくディベートになる作品だと思う。すごい分かれて、いろんなことをこう思う、私はこう思う、こう思う、こう思うっていう、本来あるべきなんか発言の自由みたいなものが、ちゃんとあってしかるべきものだというふうにされるものだと、そんな、なんかそんな自分の作品交渉ですみたいに言ってるやつ恥ずかしいですけど、でも面白いな。でもな、海外の人たちとちょっとね、討論したい、聞いてみたいなって、みんなでね、ありますね。